ペンネームーポピーライダーさんからいただきました鈴木雅之で、えー、違う違うそうじゃない違う <laughs> 残念ファックスなのに違う惜しいさあ、えー、これですね、えー、セッキーさんからいただきましたすごいチューチュートレイン正解 <noise> よくこれで分かったねわあ、せっかくのファックスタイムだったのにえーファックスも締め切らさせていただきます <laughs> 正解いきましょういくよ <music> ダメだ今日むちゃくちゃだ <laughs> OKSee、okay, you next year 返してるバイビー今日むちゃくちゃ 途中で諦めて、スクラッチ終わっちゃったそこで。いや、難しい。諦めちゃった。もんオールスター感謝祭は、俺にとってのオリンピックや、六点、岡村隆史のオールナイト日本。 さあ、広島県の唐津木マカダミアナッツさんからファックスいただきました。えー、ファックス持っててよかったって書いておられますけども。<laughs> えー、最大のね、2週続けて最大の、えー、ファックスチャンス来ましたけども、おやっぱ残念ながら、えー、ファックスでの正解がなかったということで、えー、来週またあるんでしょうかえー、それとももう来週はもうメールがもう完全に復活してるんでしょうかえー、それはわかりませんけれども、えー 沖縄県ラジオネーム、カフェモカさんからだきました。えー、岡村さん、バカリズムさんはお休みの日に、一日中家にいるときは、四五回オナニーをしてしまうほどのオナニー伯爵です。えー、もしかしたら岡村さんよりオナニー伯爵かもしれません。すごいですね。四回やる。でも僕、最低でも二回はやりますからね。あのー、調子いいときは、朝、朝立ちからの延長で。二時悪い人の夢 <laughs> <laughs> いやなんかいけたな今日にいけたなと思ったんですけどただの素の声やったんでびっくりしました <laughs> エコーも全くかかってなくてはい自分がすごいなんか今恥ずかしくていつも聞こえてくるこのヘッドホンから聞こえてくる声とちゃうなと思って「<laughs> 悪い人の夢」ってエコーかかるはずやのになと思ったらただの素の声でここ,こうさあ言っ,て言っただけなんですけどこれは <laughs> もう一回言った方がいいですね「<laughs> 悪い人の夢」 はい、これです。これがいつものあれですけど。ちょっと2時に、こう、超でええ感じでシート通り行けたもんですから、行ってみようかなと思ったら、エコーかからなかったっていう。 えー、兵庫県のラジオネームゴリラババアから頂きました。えー、悪い生活小百科をしていました。四角い二角が丸く収めます、えー。生活小百科のお時間でございます。それでは相談員をご紹介しましょう。体身にもに、性欲もりもり、矢口真りさん。ママに専業、おばかは卒業、スザンヌさん。本日のゲスト相談員は、萩原流さん。萩原さん、最近困ったことはございますかほう、へえー、なるほど。それでは、うちではどうなるか、えー、そんな問題とちゃいますけども、まあ本日は よろしくお願いいたします <laughs>、えー、そして顧問は軽病で旅行除名で結構衆議院議員の上西ゆ上西さゆりさん、えー、それで今日最初の相談は謝罪すべきは世間か嫁か斉藤和美上田桃子のご両人です <laughs> <laughs> この間見てん小百科面白いね 最後、二角師匠、最後あれですよ。ほな、さいなら全国ネットやで、ね。全国ネットで <laughs>、一番最後何言わはんのが、ほな、さいならって言うて、終わっていった。まだほんまに、二角師匠と喋ったことないね。会話したことないね。一回も。ただ、おはよざいますって言うた時に、ご苦労はん。 っていいうのしかないね普通の何か会話したことが一回もないだからどういうおしゃべりしはんのかが全然わかれんそやけどあの大谷は二角師匠についてたからね、うん、そうそう普通にあの二師匠としゃべれんねんでも俺しゃべったことない <laughs> はいご苦労これだけ、ね、全国ネットのさあんないっぺん言うてみたいわあのー、全国ネットでほなさいなら <laughs> って言うて終わりたい <laughs> そう。ほな、さいなら。って言って、ふわーって終わっていくね。そんな、かっこええやんね。いつか、いつか自分の番組でい言おう。もうちょっと、60ぐらいになって、まだ、あの、テレビ出れてたら、言おうかな。<laughs> ほな、さいなら。<laughs> って言って。<laughs> ラジオも、ラジオもね、今、わわ言うとおります。お時間でさようならって言ってますけども。60までやってたら、もういつも最後。ほな、さいなら。<laughs> って言うて、あの、<laughs> スパンって、終われたらええなと思ってますけど。えー、おカード差し上げときましょう。えー、続きまして、武蔵野市ペンネーム、希望も何もないからいただきました。えー、ニュアン言いました。えー、関ジャネイトの村上くんが話していました。この前ね、めっちゃ危ないことあったんですよ。テレビ局に行こう思って、一人で道ふらーっと歩いとったんですよ。ほんだら後ろからチリンチリンってやられたんで、左にサッと行ったんです。そしたら反対からドーン来たんですよ。うわっ言うたら相手がチッ 手やりよったんで、はぁってなったんですよ。でも、弱みだ、それジャニーさんやったんですよ。えぇ、ー、思って、僕もシューンとなったんですよ。でも、この日から携帯の充電が長持ちするようになったんですよね。すごくないですか <laughs> えこのパターン、なんか、できてきましたね。村上くんのパターンね。えー、おカード、差し上げておきましょう。えー、群馬県ペンネーム、虎の子からいただきました。 今い、えー、ました。岡村さんと大谷マネージャーが話していました。 現在世界中が様々な火種を抱えていますが、吉本無限大ホールの火と責任者になる大谷さんはどう見ますかそうですね、ちょっとその話をする前に、私今日が最後ということで、岡村さんをはじめ関係者からものすごいバッシングを受けてですね、私はマネージャーから更迭されることになりましたけども、今日まで楽しくやらさせていただきました。ありがとうございます。それでですね、大谷さんちょっと待ってください。ちょっと待ってください。今のお話は私としては承服できません。<laughs> 今回のことは吉本クリエイティブエージェンシーの中での人事移動で って大谷さんがマネージャーから降ろされるというのはそれは違うと思うんですよ。でも岡村さん言われましたよね選手の放送で前回最後です言うてホブルディーズのホブルディーズの曲もかけたのになんで今日も日本放送に来てんねんという圧力をはい言いました。でも大谷さんそれは圧力ではないと思います岡村さん。 私はすべて録音させていただきましたので、そういうふうに言われるんだったら全部出させていただきますけども。いや、それはですね、いや、もうやめにしましょう、大谷さん。わかりました。でも岡村さんには最後に、この、マハトマガンジーの言葉を送りたい。あなたがすると、この、ほとんどは無意味であるが、それでも、しなくてはならない。それは世界を変えるためではなく、世界によって自分が変えられるようにするためである。つまり、 相方は結婚して子供もいるのにという圧力によって五反田ばかり言っても仕方がない無意味だと知らないうちに思ってしまうことがある。でも岡村さんには岡村さんなりの幸せがあるのだから圧力によって自分を変えてはいけないということなんです。つまり私が言いたいのは I'm not やべということなんですね。